江東区にあるシャリーズストアというフィリピン食品雑貨を見つけたんで、いろいろ調査してきました。ビーストワンっていうお菓子なんですけど、日本の菓子名がすごいんですよ。豚皮菓子っていうネーミングなんですけど、なんか怖いな。それで材料に豚の皮と植物油、食塩とか、あとガーリックパウダーが入っているそうです。どんなのかちょっと食べてみますかっていうか、ジャスに食べてもらいます。それではこれから食べていきたいと思います。見た目が油揚げみたいですね。なんか油の匂いがすごいします。じゃあちょっと食べてみます。あ、美味しいかもしれないこれ。匂いはちょっときついですけど、味がめちゃくちゃ美味しいです。正直これ美味しいですね。続いてはバワンボーイというニンニクのお菓子を試してみました。次はこのバーニングボーイっていうお菓子を食べていきたいと思います。バワンだよ。バーニングって言ったら怪しい人種だよ。文字が向こうの言葉で書いてあるんで、何が入ってるかわからないですけど、多分ニンニクか何かが中に入ってるんじゃないでしょうか。ちょっと食べてみます。あ、うまいわこれ。あ、これは美味しい。砂糖がまぶしてある白いあのポップコーンみたいなやつあるじゃないですか。日本にある昔からあるお菓子の、あれをちょっととピリ辛にしたなんかお菓子ですね。これ結構いけますよ。日本のお菓子とはちょっと味があの明らかに違うんですけど、売られてても結構売れるんじゃないですかね。フィリピンのお菓子はレベル高いですね。次は A&W という飲み物なんですが、ビアっていう文字が下に書いてあるんですけど、中身はジュースらしいです。湿布あるじゃないですか。湿布みたいな匂いするんですよね。なんか薬品みたいな。ちょっと飲んでみたいと思います。コーンシロップだとカラメルとかが入っててるみたいです。ちょっと飲んでみたいと思います。なんか癖のあるドクターペッパーみたいな味ですね。あ、これは嫌いじゃないです。2歳から出てるコラチョッキーっていう風に読むんですかね。なんだかわからないチョコレートの甘いジュースだそうです。それでは飲んでみます。あー、すんごい甘い匂いする。なんだ、チョコレートのめちゃくちゃ甘い匂いする。じゃあちょっと飲んでみます。あ、これめちゃくちゃうまい。なにこれ、なんかめちゃくちゃうまいわ。ココアあるじゃないですか。ココアに練乳をいっぱい入れたような、まあ確か甘いんですけど、めちゃくちゃうまいです。これ、いやこれハマりますね。これめちゃくちゃ美味しいわ。どう？確かに甘いけど、信じられないほどうまいじゃない。でしょ？今度はこのローヤルっていうオレンジジュースですかね。ちょっと日本語で書かれているものがあるんですけど、オレン
ジエキス、砂糖、あと調味料、コーンシロップ、あと、なんだこれ、甘味料。甘味料ぐらい分かるよ。ニコチン酸、パントテン、なんかよく分からない、いろんなものが入ってる様子ね。ちょっとこれをこれから飲んでいきたいと思います。ファンタオレンジに似たこのジュースは、見た目が画像では分かりづらいんですけど、蛍光のオレンジ色してるんですよね。それに炭酸がめちゃくちゃ薄いような気がします。だって全然シュワーってならないんだもん。なんかちょっと蛍光っぽいオレンジ色してますね。画像で映りますかね。あ、でもいい匂いする。オレンジにいい匂いする。なんだろうこれ。日本で売られてるあのファンタオレンジとかあるじゃないですか。あれよりも全然いい匂いしますね。ちょっと飲んでみたいと思います。あ、これ味もファンタオレンジに似てるわ。あのファンタオレンジにラムネを入れたようなちょっと独特な味しますね。飲み物の中で一番気になってたこのサーシコーラですか。ちょっとあのフィリピン産のコーラっていうのを飲んでみたかったんで行ってみたいと思います。サーシコーラっていう名前のフィリピンコーラを初めて見たんですけど、ファンクもちょっと興味津々。ちょっといただきます。なんだろう、薬膳酒みたいなニュース。何これ、甘っ。何これ、うん、甘いわ。何これ、何これ、カラメルいっぱい入ってるニュースかね。信じられないほど甘いです。何これ、いやこれ体壊すわ。うわ、すっごい。ちょっと待って、こっちに向けるなよ、鼻がちゃって。ああ、体にきますね。もう信じられないほど甘いです。それではこの缶詰をこれから食べていきたいと思います。リゴというイワシを唐辛子とトマトで煮込んだ缶詰だそうです。しますね。苦いわ。うわあ、苦い。おおおお。それハムシじゃん。今度はこのシーチキンを食べてみたいと思います。フィリピンのシーチキンってどんな味するんですかね。缶を開けるじゃない。見た目ちょっとグロいね。なんか匂いは木片みたいな匂いします。木片みたいな。ちょっと食べてみたいと思います。味も木片です。続いてはこのシシグですかっていう缶詰を食べてみたいと思います。中はですね、豚肉と牛肉の加工したのと、あとあの豚の肝臓を詰め合わせたものらしいです。あと食塩と砂糖を合わせてるみたいなんですけど、ちょっとどんな味するか食べてみたいと思います。
とても独特な缶詰で、ちょっと怖いな。こんなそぼろ、ちょっと水分の多いそぼろっぽい見た目ですね。なんかドッグフードみたいな匂いしますね。ちょっと食べてみたいと思います。ドッグフードだわ。次はこのブラロースかな、っていうなんかインスタントラーメンを食べていきたいと思います。日本でいうところの肉そばですかね。でもパッケージの肉がボリュームありすぎて、ちょっと食欲が減退しちゃう感じがします。見た目がすごい美味しそうです。それではちょっと食べていきたいと思います。あ、匂いいい匂いする。昔のなんか日本のラーメンみたいな、すごいいい匂いします。ちょっと食べてみたいと思います。うまいわこれ。食べてみよう。うまいぞ。めちゃくちゃ美味しい塩ラーメンですねこれ。あ、これ日本のインスタントラーメンよりも全然美味しいわ。今度はこの焼きそばですかね。水分のない麺のタイプを食べてみたいと思います。フィリピンにも焼きそばっていうのがあるんですね。辛い、辛いけど美味しいわこれ。販売されてる焼きそばあるじゃないですか。どんな焼きそば、インスタントの焼きそばよりも全然美味しいです。驚きですね。てかフィリピンのインスタントレベル高いでしょ。匂いがちょっと油っぽいですけど、でも全然美味しいです。本番じゃ。このおかずはイカとごぼうを煮込んだものらしいです。見た目がかなりダークじゃ。フィリピンのお弁当が売ってたんでちょっと買ってみたんですけど、ご飯は別らしいんですよ。で、具だけ売ってたんでその具を買ってきたんですけど、ちょっとなんか生臭いし、見た目もグロテスクなんで、ちょっと勇気がいるんですけど、あ、美味しいなこれ。イカ飯あるじゃないですか。濃厚にしたイカ飯のご飯が入ってないっていう感じの味ですね。続いては豚肉と豚の腸を煮たものらしいです。こちらも見た目はかなりグロテスクです。モンスブルジョーのゼラチンできたじゃない。まるでパテみたい。これで簡単作れるかもしれないです。最後に豚肉と豚の腸とごぼうですかね、もう合わせてあるお弁当を食べてみたいと思います。ちょっと見た目がグロテスクです。小学校にしません。あ、脂身が多い。すごいねこれ。ローストビーフみたい。美味しいけど脂っぽい。
すごい脂っぽい。美味しいけど脂っぽい。うん、脂すごいわ。